didn't. Tema torasıydı. Kiryu no aniki. Matasu na. Are kara Hiroshima no jōkyō wa kawaranai ka? Nani ka atarashiku wakatta koto wa? 今も広瀬の親父さんとは連絡が取れません。ハルトをどこかに連れてった切りです。あの親父さんがどげんした言うんじゃ。なんであん人が坊ちゃんを黙って連れ去ったりするんじゃ。ローが言うには、ハルトには何か隠された価値があるって話だった。え？そしてハルトの父親は達川じゃないらしい。 何じゃと? そんな。ローと話したことは、おいおいお前らにも話す。今何より、広瀬の親分を探さなきゃならねえ。ほいじゃが兄貴、さっきまた広島から連絡があったんじゃ。松永と高志らの話だと、本家の連中も広瀬の親父さんのこと探しとるらしいんですわ。組の事務所に小清水が怒鳴り込んできたっちゅう話で。 小清水、あの陽明連合会の若頭が広瀬の親分を。ようわからんが、ローって男の話を真に受ければ、坊ちゃんが何や大きな事件に巻き込まれてるのは間違いなさそうじゃ。本家の狙いも親さんが連れてる坊ちゃんの方なんじゃ。とにかく広島に戻ろう。 広瀬一家の連中、松永と高志らは無事なのか。大丈夫です。今本家に見つからないよう、モレノで鳴り潜めてるって言ってました。モレノか。危なっかしいの。広瀬の親父さん探しとんなら、いずれあいつらも本家の連中に身柄を押さえられそうなもんじゃが。たとえあの二人が広瀬の親分の行く先がわからなくても、広瀬一家の人間なら疑われるのは当然だ。 どちらにしても急いで広島に戻ってモレノに行こう。カムロ町を出るぞ。お前らもすぐ支度してくれ。兄貴、広島へ戻る支度はできとりますか？ いや、そうですか。兄貴、広島へ戻る支度は。ああ、大丈夫だ。行こう。
兄貴、まずはモレノに向かって使わせ。松永と高頭がわしらを待っとりますけ。でも頭、本家の連中もおやっさんを探し回ってるって話です。あいつらが俺らを見つけたら面倒なことになるかもしれませんよ。今はあいつらに構ってる暇はね。そうじゃ、連中がわしらに何ぞ言うてきよったら無理にでも押し通ったら、相手が本家じゃろうが邪魔してくんだらやるしかないで。おう、そこの踊りら止まれや。兄貴、あんなら本家の連中じゃ。やっぱり桐生じゃ。それに広瀬んとこの子分じゃの。広瀬のじじいはどこじゃ。隠すとためにならんで。話だけで済まそうって態度じゃねえな。お前らに付き合ってる暇はねえんだ。出直してもらおうか。踊れ、なめとるんかこら。Yeah!
キリの兄貴、早うモルノに行きましょう。いちいち小柄な連中を相手にしとったらキリがあれやせて。殴らせてくれ。この墓場の異変もこれで最後になるのかもな。なるほど、本当にこれが最後の喧嘩らしいなあ。一つだけ頼んでいいか。お前らとの喧嘩の後、いつもこの墓場で目覚ますもんで服が汚れるんだ。できればそこは何とかしてほしいんだがな。聞いてくれたか？ここは水軍アパート。どうやってここに。墓場の亡霊たちはどうなったんだ。行って確かめてくるか。キリュウさん。じいさんか。お礼を言わせてつかわさい。おかげでご先祖様たちが成仏できましたんで。あんたにはわかるのか、それが。
ええ、わかります。ありがとうございました。子孫のわしらにもできんかったことをあんたはしてくれたんじゃ。いや、俺もあいつらとの喧嘩を楽しんでた。連中のためだけにやったわけじゃない。ほうですか。じゃがわしにとってはご先祖様の無念を慰められんかったのがずっと未練じゃったけ。そうじゃ、よかったら桐生さん、これを受け取って使わさい。ほんの気持ちじゃ。うん、これは魔除けのお守りみたいなもんじゃけ。それ身につけとれやもう亡霊を見ることもないですけん。それじゃあかえって寂しくなる。じいさん、まさかあんたも。おいおい、どこまでが本当なんだこれは。兄貴、頭、ユータ、みんな無事じゃったんか。おう、当たり前じゃろが。ほうじゃけど、あの達川が殺されたユータリ、兵配置がどうたら、どえらい話ばかりじゃけ。わしも高城も無事心配しとったんじゃ。もう、なんじゃ、キヨちゃんまでおったんか。キリュウさんたちがここに来るって、高城くんから知らせもらったの。ごめんなさい、キリュウさん。私がハルト君を預かっていたのにこんなことになって。な、何を言うんじゃ、キヨちゃん。あんたの責任だなんて誰も思うてらせんわい。ほいじゃけど、何があったんじゃ。キヨちゃんはうちのおやっさんが坊ちゃんを連れていくとこ見たんか。何にしても座って使わさい。話せば長くなりますけ。夕方ごろ、スナックを開ける準備してた時でした。広瀬の親分さんがフラッとうちに来て、ハルト君の顔を見に来たんだって。親分さんが店に来ることは前からよくあったし、ハルト君もなんだかあの人には懐いていたみたいで嬉しそうに笑ってた。それで飲み始めてすぐ親分さんがタバコないかって言ったんです。でもちょうど切らしちゃってて、それで私ハルト君を親分さんにお願いしてお使いに。でキヨちゃんが店に戻った時にはおらんかったっちゅんか。うん、それだけなのか。最初はハルト君を連れて散歩にでも出たのかと思ったの。でもカウンターに飲み台が置いてあって、親分さんの携帯に電話したら店に置きっぱなしだった。何が起きたのかその時はまだ飲み込めなかったけど、いつまで経っても親分さん戻ってこなくて、それで松永さんに連絡して裕太君に電話したのはそのしばらく後。親さん、なんかいつもと違う様子なかったかの。うん、普段通り冗談も言っていたし、いつも通りの親分さんだった。飲み台置いてったとこ見ると誰かに無理やり連れてかれたってわけでもなさそうっすね。
カムロ町で俺はハルトのことで中国マフィアのボスローって男と話した。え？そのローがこう言ってたんだ。タツカはハルトの父親じゃないと。そしてハルトにはカムロ町で構想中の組織にとって何か重要な価値があるってな。じゃけ小清水の頭がおやっさん探しとるんも多分坊ちゃんを狙うてのことじゃ。ほいじゃあもしかしておやっさんハルトを誰にも奪われんように身隠したんじゃないかの。じゃったら清美さんに一言言うてってもええじゃろうが。キヨちゃんを巻き込みたくなかったのかもしれんで。いや全部広瀬の親分に聞いてみないことには何もわからねえ。今確かなのはそれだけだ。くそ、おやさんどこにハルトを連れ出したんじゃ。あの、キリュウさん、本当にごめんなさい。私がしっかりハルト君のことを見ていなかったせいでこんなことに。いや、あんたは何も悪くない。でもそれよりあんたには一つ言っとくことがあった。え？カムロ町で染谷とやり合ってな。多分あいつとはいつか何らかのケリをつけなきゃならない。あの人とキリュウさんがどうして。ソメは東条会の六代目を罠にはめて無所に送った。はめられた六代目は俺が極道の世界に引き込んだ男なんだ。すまない。あの人と私はもう他人だから。だがあんたらの間には子供がいるんじゃなかったか。私はその子を置いて染谷から逃げたんです。私は昔から逃げてばかりなの。この町からも高校を出てすぐ逃げ出した。この何もない町がずっと嫌だったから。それで東京に行ったの。向こうでは初めから水商売だった。銀座のホステスをしてちょうどバブルの頃、それまで見たことないようなお金を稼いで東京の人間になりきっているだけで楽しかった。そのままあっという間に30歳、いろんな客を相手にして世間の裏まで知った気になってた。そして悪い客に捕まった。肩書きは不動産の社長だって言ってたけど、知らないうちに私は借金を背負わされてて、しかもその人の後ろにはヤクザがついていた。そのヤクザが染谷だったのか。ううん、違うの。そのヤクザたちから私を守ってくれたのが染谷。うん。染谷も客の一人だった。でも私が借金地獄に落とされそうになっているのを見て、その時染谷は何も言わずに体を張ってヤクザたちと話をつけてくれたの。
染谷さん、どうしたのその格好。もうあんたがあの男に生き血を吸われることはねえよ。え、俺がなしつけといた。あいつはもう二度とあんたの前には現れない。東京から出てったよ。あんたにはもう借金もない。自由の身だ。しっかりしなよ。あんた俺よりずっと年いってんだから。私のために。どうして。キヨちゃん、あのソメヤとそがなことが。ナゴモくん、私のこと幻滅したでしょ。この町を捨てて東京でいい気になって騙された。バカな女だなって。ソメヤとはその後結婚してすぐに娘もできて、でもやっぱりあの人の女でいることは怖かった。子供のためにもヤクザから足を洗ってほしいって何度も頼んだけど、染谷は聞いてくれなかった。あの人がどこで何をしているか聞けば男の仕事に口を出すなと怒られる。そして私が誰かの血のついた服を洗わされた夜、染谷はその手で優しく娘の頭を撫でていた。私にはもうあの生活は限界だった。だから染谷に黙って娘と一緒に逃げようとした。それを染谷は許さなかったんだな。あの人には私が何を考えているのかなんて全部分かってたの。逃げた先ですぐ染谷の子分に捕まって、娘を取り上げた染谷は初めて私に手を挙げた。何度も何度も。あんけど、それで私は娘が3つの時に置き去りにして染谷の元を逃げた。あの人は私が娘を連れ出すチャンスを二度とくれようとしなかったから。あの子が今幸せでいるのか、そうじゃないのか、もう何もわからない。あの時逃げたことは今でも後悔してる。でもやっぱりあの時私はああするしかなかったの。暴力を振るう夫のもとにまだ小さな娘を残して逃げるしか。だからあの子の母親だなんていう資格は私にはもうないの。何を言いよるんなら、このバカタレが。え、あんたは何ちゅうバカなんじゃ。あ親でおることに資格なんぞいるんか。自分が腹痛めて産んだ子じゃ。今でも会いたいんじゃろ。そがな他人面するんはやめ。南雲くん、
あんたが昔子供を置いて逃げたんは他にやりようがなかったんじゃろ。ほんでももしあんたが望むんちゃったら、わしが度外してでも染谷から娘を取り戻したる。子供にとって親はどこまで行っても親なんじゃ。勝手に親辞める資格こそあんたにはなあと違うんか。すまんのキヨちゃん。じゃがあんたに小顔なことを言えんのは幼馴染のわしだけじゃけ。あんたにはしっかりしてもらいたいんじゃ。ありがとう、南雲くん。え？もしかしたら私はずっと誰かにそう言ってほしくてこの町に戻ってきたのかもしれない。行かなくていいのか、南雲。こっちのことはいい。お前はママについててやれ。いえ、そうはいかんですよ。今はうちのおやっさんを探すのが先じゃ。何よりも坊ちゃんの無事を確かめんといけん。わしは広瀬一家の留守を預かる頭ですけ。あの頭、それわし考えとったんだけどな。何じゃ。ここでじっとしとっても何もすまん。いっそおやすさんが行きそうなとこどこでもええけしがみつぶしに当たってみたらどうですかの。どこか心当たりがあんのか、松永。まあいくつかは。お前らもなんか心当たりの場所あるじゃろ。へえ、なあこともなあですわ。そうじゃ、スナック清美におやっさんの携帯が残ってるはずじゃ。もしかしたら携帯の発信履歴に何か手がかりがあるかもしれん。キヨちゃんが店に戻ったら聞いてみましょうや。